ストデビルに何をされた？奴らはこの頭をオンラインにしておけば役に立つと考えていた。幸運なことに奴らは私の発言を全て信じるほどバカだった。うまくいかなかったことは認める。その辺にバラバラに散らばっている不運な仲間たちと同じ運命をたどることだけは避けられた。さあ元の質問へ戻ろう。ここで何をしている？レーダービーコンを追ってる。レーダービーコン、実に興味深い。探すにはかなり具体的な部品だ。それにお前は普通の部品スカベンジャーとは思えない。 98.8% の確率でメカニストを探している。いつものように私が正しければこの苦境からお互いを助け出せるかもしれない。どんな助けが必要なんだ？聞く耳を持つ。これは驚いた。誠実さの印として受け止め、可能な契約について説明する。さて、こんな処理速度のものでも理解できるようになるべく簡単に説明しないと。メカニストを見つけるにはレーダービーコンの他に施設に侵入する必要がある。その侵入方法を提供してもいい。2つの簡単な条件を満たすなら。1つ、このイカれた奴らからできるだけ離れた場所へ私を連れて行くこと。2つ、私の新しい体を見つけること。2つの条件を満たせば喜んで必要なものを全て提供する。それで手を打つ？取引成立だ。賢い決断。目的地に着いたらレーダービーコンを喜んで手放そう。さあ敵地の中心部をうろつくのをやめて直ちにここから逃げ出すことを強く推奨する。ブレインボックスよ。アイビーが仕組みについて調べてほしいそうだから覗いてみるか。その必要はない。完全に手遅れになる前にこの残念な状況について話し合おう。そのアイビーとやらにどうするように言われた？単純だ。頭のドームを割って脳がどうやって回路につながっているか調べてほしいんだ。その件に関しては力になれるかもしれない。詰まるところ、頭を胴体から外された今、他にできることはあまりない。何らかの協定を結ぶのはどうだ？二人だけの。
協定ってなんだ、ワイヤーか何かの話か。なるほど、頭の鈍いやつでも分かるように説明するしかないか。つまりお前はボスが喜ぶ情報を必要としている。私は脳を切り刻まれたくない。取引をしよう。いいだろ、聞こう。自分の構造に関して知っていることを全て教える。アイビーが知りたがっている情報を必ず彼女の期待に応えられる。その代わりあの道具をしまい自分の体に戻してほしい。お前は欲しいものを手に入れ、私は研究室の実験台のように解剖されずに済む。それで手を打たないか。確かにかなりの時間の節約になる。それにアイビーは待つのが嫌いだからな。いいだろう、話をするならドリルは止める。アイビーに全部伝えてどれぐらい満足するか見てみよう。だが頭は機械に入れたままにしておこう。変な考えを持たないよう念のためな。取引成立か。それで手を打つしかない。その取引成立だ。
素晴らしい。限られた経験に基づき、ここを生きて出られる確率を 65% と予測する。それが最高ではない。努力すれば確率に影響する。対戦での動きを封じ、作戦区域にステルス部隊が侵入し攻撃態勢に入ります。
センサーに追加。
晴らしい。あの穴から出られてほっとした。まだ仕事は終わっていない。基準を満たす体を提供するまでは協力しない。おい、できることであれば喜んでお手伝いします。さあエイダ、最後のレーダービーコンだ。終わったらその頭を返してくれ。もちろん、すぐに済みます。これで大丈夫です。壊れてませんよ。なぜ頭を返してほしいのか分かりません。必要だったのはレーダービーコンだけです。おまけにロボブレインは悪名高い、その厄介な存在です。他に何を知っているエイダ？簡単に言うと、ゼネラルアトミックスが有機物とロボットの結合に成功した最初の事例です。ブレインは指令ユニットおよびデータ保存ユニットとして使われ、これは通常の回路を使うよりずっと効率的です。残念ながらこうしたロボットには多くのプログラミング上の問題があり、その結果少し、なんというか不安定な性質があります。このロボブレインが求めていた答えを知っていることを願いましょう。有機物とロボットの融合？まるで人造人間だな。ロボブレインは完全に異なる設計理念をもとに作られました。ゼネラルアトミックスの目的は人間の脳でロボットの機能を増強することでした。特に意思決定の過程を促進するために。自由思想と個性は意図されていません。明らかに兵士として作られています。疑いなく指令に従うように。ロボブレインが暴力や攻撃に向かう不幸な傾向は計算というより不具合と考えるべきです。最後のレーダービーコンも手に入れた。これでメカニストの居場所がわかるか。そう願います。この会話をしている間にもう計算を開始しています。それだけでは頭を取り戻したい理由の説明になっていません。どこへ行くのですか？何か失礼なことを言いました？
あんたちょうどいい時に来てくれたな。助けることができて何よりだ。あんたのと助けてくれて感謝するよ。助けることができて何よりだ。あんた奴らの撃退を手伝ってくれてありがとう。助けることができて何よりだ。あんた、うん。